折り紙で作るクリスマスリースの飾り。この動画はですね、こちらのベルの飾りと、あと、こちらの丸い飾りの作り方のご紹介になります。この動画ではベルの作り方をご紹介していきます。まずはこの折り紙を半分に折ります。半分に折ったらさらに半分に折ります。折ったら開きます。開いたらコンパスを使います。先ほど折った十字の折り筋の真ん中に針を当てて、そしてできる限り広く伸ばします。あとはこれで円を描きます。コンパスで円を描いたら、これをもう一度4分の1に畳みます。畳んだらコンパスで描いた線に沿ってハサミで切ってください。ハサミで切りましたら、これを広げます。広げたら、色がついてる方が表に来るように半分にします。画用紙のような両面に色がついている紙の場合は、この円の状態を半分に切って、そして使ってください。次にこの紙の向きを変えて、真ん中の折り筋に向けて下の方を動かして、で、真ん中での部分に折り筋をつけます。折り筋をつけたら開いて、今つけた折り筋と真ん中の折り筋が、重なるように持ってきます。まあ、大体同じ重なる位置に来たら下の部分に折り筋をつけます。そしたら開きます。開いたら向きを変えて、先ほど最後に折ったこちらの折り筋、ここを頂点になるように左の方を斜めに持ってきます。お好みの位置でいいので上の部分を折ります。まあ、今回はだいたい2センチ幅にしております。そしたら今度は右の方を左の方に動かして円錐状にします。このように折っていない方が上になってます。で、これを正面を向けるとこのような見た目のものになります。ここまでできましたら次はこの中の球体ですね。これを作ります。まずはこの折り紙を4分の1サイズに切ります。4分の1に切ったらこのうちの1枚を使います。まずはこの折り紙を裏返して、で、半分に折ります。半分に折ったらまた半分に折ります。折ったら上下を変えて、手前1枚の方をこのように広げて、そして三角形になるように折ります。折ったら裏返して、裏側の方も同じように広げて、そして三角形になるように折ります。折ったらこれの上下を変えて、下の頂点を真ん中に向けて、このように折ります。真ん中のところにしっかりと折り筋をつけてください。そしたら開きます。次にコンパスで円を描きます。コンパスの針を先ほど折った真ん中の折り筋、ここに当てます。各位置につきましては、この斜めの辺の一番針と辺の狭いところ、ここに合わせます。で、この状態で円を描いてください。円を描いたらこれを半分に折ります。円を描いた側が上に来るようにしてください。次にハサミで頂点の部分から2、3ミリ横、まあ、5ミリぐらい横のところに描いた円のところまで切れ込みを入れます。切れ込みを入れたらコンパスで描いた線通りに切っていきます。最後の部分だけは切らないようにしてください。切れ込みを入れた部分でこのように切り離して、で、このようなものを作ります。次にこれを上から見て十字になるように折り直します。はい、このような感じで上から見て十字になるように折り直しました。次にこちらを一回開きます。開いたら真ん中の部分に穴を開けます。はい、穴を開けました。そしたら紐を使います。今回の紐につきましてはだいたい15センチか20センチくらいで大丈夫です。まずはこの紐を先ほど開けた穴に通します。で、通しましたら反対側の末端、ここに結び目を作ります。
結び方はお好みの結び方で、結んでください。結び目を作ったら折り紙をたぐって上の部分に結び目を持ってきます。ここまで来たら折り紙を閉じます。折り紙が開いてしまうのでここにボンドをつけます。それぞれの面にボンドをつけたらこれを貼り付けます。下の部分を貼り付けたら今度は紐が抜けないように紐の部分にもボンドを塗ります。ここまで作りましたら先ほど作ったこちらのものを使います。円錐状にした頂点のところ、ここに先ほど作ったものの紐を通します。黄色い折り紙を円錐状にして、で位置を決めてください。表の方にしてどれぐらいの開き具合幅があるかをチェックして、それで貼り付けます。一旦開いて短い方ですね、ここの端っこの部分にボンドを塗ります。ボンドを塗ったらまた円錐状にして、そして貼り付けます。はい、貼り付けました。で、この球体の位置の方を調整するんで、上の紐の方を引っ張って位置調整をしてください。球体の位置が決まったらこの上の部分ですね、紐が動かないように紐と折り紙をボンドで貼り付けます。これでベルの方ができました。あとはこれにヒイラギを作って貼り付けます。この紙は折り紙を4分の1サイズに切ったものになります。幅が 7.5センチ、7.5センチの正方形ですね。まずこの紙を半分に折ります。半分に折ったらまた半分に折ります。折ったらこれに下書きを書きます。折り紙の折れ目側の方を中心にして、そしてヒイラギの葉っぱを描いていきます。葉っぱを描いたらこれをハサミで切ります。ハサミで切ったらこれを広げます。これにより2枚の葉っぱが出来上がります。次に先ほど作ったものに貼り付けます。これの上の方にですねボンドをつけて作った葉っぱの方を貼り付けます。ベルの正面向きを注意しながら貼ってください。そしたらこの上にもボンドを塗ってもう一枚貼り付けます。はい、これでベルの方の完成になります。次に球体の方を作っていきます。この紙は折り紙の4分の1サイズになります。7.5センチ、7.5センチの正方形です。まずはこの折り紙を裏返してひし形に向けます。この状態で三角に半分に折ります。折ったらまた半分に折ります。次に上下を変えて手前の方ですね、こちらを広げて、でひし形になるように折ります。折ったら裏返します。裏返したら裏側も同じように広げて、そしてひし形になるように折ります。次に下の頂点を上の方に向けて動かして真ん中の部分に折り筋をつけます。そしたら開きます。で次にコンパスを使います。コンパスを先ほど折った真ん中のところに針を当てて、各場所につきましては横の辺の一部に合わせます。この状態で円を描きます。はい、円を描きました。円を描いたらこれを半分に折ります。円を描いた側が上に来るようにしてください。次に折り紙の頂点の部分を、自分の方に向けて真ん中の折っているところから5ミリほど横のところに切れ込みを入れます。円のところまで切れ込みを入れたら、あとは円に沿ってハサミで切っていきます。最後の縦に切れ込みを入れた部分でやめて、でこのようなものを作ります。でこれもですね、上から見てこのように平べったい状態なので十字になるように折り直します。はい、このような感じで十字になるように折り直しました。これもですね、開いてしまいますのでこの部分にボンドを塗って、で貼り付けます。他の部分にもボンドを塗って貼り付けます。はい、これで球体ができました。これもですね、先ほどのベルと同じように上の方に紐をつければ
オーナメントとしても使えますので、ぜひですね、オーナメント、まあ、クリスマスの飾りに作ってみてはいかがでしょうか。それではですね、この動画での、ベルと、球体の付け方についてはこれで以上になります。続きのリースの作り方、貼り付け方につきましては、終了画面または動画の概要欄からアクセスいただければと思います。それではご視聴ありがとうございました。